バジーノイズ、星さん。シズル感やオシャレ感の演出がクソ上手な情緒的なククラウザーさんがしたかったようなカヒミカリーみたいな漫画。まず絵柄がキューデニーズの江口としてかっぽいというか、小学生のアニメキャラクターの塗り絵っぽい。とにかく一目見た時から印象に残るトーン調のシンプルでミニマルなオシャレ作画。内容も圧巻のカヒミカリーという感じで、主人公は音楽以外に興味がないと断決めしている趣味で打ち込みが趣味のミニマリスト。その主人公のオスが住んでいるマンションの下の階の住人でメインヒロインのエモ行動系地雷メスは毎日大音量で聞こえてくる主人公の音楽がなんとなく好きで、なんやかんやあってインカウントしたメインヒロインの行動系地雷女がお前のことをプロデュースしてやるという感じから始まるシズル漫画。おしゃれ感のバランス感覚が凄まじくお上手で、主人公は趣味で打ち込みをしている人族なのでメジャーデビューとかどうでもいいという感じ。そこに、自分の人生に意味を見出したいと思っているメスが主人公の才能に乗っかる形で広告活動を趣味で始めるという感じの漫画。あくまで趣味で音楽をしている主人公は、レコード会社の人族のマウンティングをされようがノーダメな展開だったり、音楽だけあればいいと断決めしていたが、実はエモ系地雷女が存在することでその主人公のオスの人生に彩りが出てきたり、そういった感情の変化の表現をモヤモヤだったり、吹き出しでアニメパステル調に表現する作画がいやらしいというかシズル感がごいすう。この漫画で主人公が示唆していた通り、ほとんどの場面において、レコード会社と契約するメリットがないのぜ。そもそも、レコード会社のスカウトに引っかかるようなくらいだったらもうすでにセルフプロモーションはできているわけで、レコード会社が中間に入ったところで対してメリットがないというか中抜きされる、縛られるだけのデメリットしかないからね。音楽もただで無限に誰かが毎秒量産しているのぜ。ここからネタバレ。それと、レコード会社の人族が一人よがりの音楽だって酷評する親の子守歌よりも聞いたシナリオが出てくるのだけど、むしろ多数が認知するまでは、一人よがりを追求した方が良い場合が多いんだよね。引っかからないといけないし、どこかでインフルエンサーの目に留まらないといけないんだけど、それってユニークであること、一人よがりである方がとどまりやすいからなのぜ。ためになった、面白かったと思ってくださったらチャンネル登録よろしくお願いします。